タイテーム、タイテームとは、日本の競争馬である。主なカチクラは1973年の天狼賞、春。イギリスからの持ち込め馬で、両血と四白流星の華やかな馬体から、貴公誌と称された。1972年の中央競馬クラシック三冠では、ロングエース、ランドプリンス、石の光と共に四強の一角に数えられた、花の十七年組。主戦騎手は、 菅井四郎と菅井彦像。大抵無は工場体であったものの、高値、当時1500万円であったことと、四白流星の用紙を気にする長教師が多く、なかなか買い手がつかなかった。生産者の出口と目をの下には長教師会の大御所、武田文吾も訪れたが、やはり用紙を気にして購入しなかった。しかし、武田と入れ替わりにやってきた、橋田俊蔵。 橋田三鶴調教師の父が入り、武田はタイテームを購入しなかったことに関してはあまり後悔はしていなかったとされているが、後にタイテームが菊花賞に出走した際、一言、あの馬に語れると景色悪いと漏らしている。タイテームの顔面の流星は一般的な流星よりもかなり面積が広く、鼻から興奮まで白かった。年月日に、 楠木隆を安城にデビューしたが、単勝一番人気を裏切る発着と惨敗。この年は腰がしっかりしていなかったこともあり、新馬戦以外は勝利を挙げられず、参戦一勝に終わる。その後は腰への張り治療のため休養に入った。翌年、1972年4歳になると、腰も良化し両血を開花させる。 楠木キに代わって、菅井四郎が主戦騎手となり、休養明けの沢並賞と山吹賞を連勝する。例年なら、この時期に勝利を積み重ねても春のクラシック出走は難しい時期であったが、この年は前年末から同年春まで関東で馬インフルエンザが流行し、春の競争番組が大幅に遅れていたため、大抵イイムもクラシック出走を目指して登場することになった。 登場初戦のスプリングステークスでは、前年の最優秀三歳ボバ、ヒデハヤテを破り、一躍クラシック有力候補となった。本番のサツキ賞は、ここまで無敗で、重戦者と呼ばれた、ロングエースとの一騎打ちと見られていたが、勝ったのは、ノブシと呼ばれていたサラ系のランドプリンスであった。続く7月7日、七夕ダービーと呼ばれた東京優秀、日本ダービーは、大テーム、ロングエース、 ランドプリンスの関西三強に加え、サツキ賞二着の関東馬石野光との争いと見られていたが、タイテームは最後の直線で競り負け、ロングベースの三着に敗れた。秋になるとタイテームは神戸新聞杯で、ランドプリンスを京都新聞杯で、ロングベースを破り連勝。クラシック最後の一巻、吉化賞に進んだが、最後の直線で石野光に差し切られ、 結局クラシック優勝はならなかった。翌1973年は、京都競馬場で行われた金牌が初戦となり、圧倒的な一番人気に押されたが四着に敗れる。レース後、腰を気にする素振りがあったためしばらく休養し、間隔を空けて出走したマイラーズカップでは五番人気の、評価ながら不良馬場を克服して優勝。このレースから病気で休養した、菅井史郎に代わり、 兄、彦コが主戦を務め、天皇賞、春に臨んだ。発想直前から豪雨となり、レース自体も菅野穂までが骨折で競争を中止する、乱戦で、タイテームも一時は、後ろから二番目にまで交代す。しかし二周目第三コーナー過ぎから、馬場の外側をまくり気味に追い上げ、白い面構泥で真っ黒にしながら優勝した。二着は、関東馬勝対抗。 このレースを実況した関西テレビの杉本清は、無冠の気候子に春が訪れますと大抵務の優勝をた,たえた。しかし、次に出走した第十四回宝塚記念では、浜のパレードの逃げを捕まえきれずに着。さらに、レース直後に、あぶみが切れ、菅井彦行像は振り飛ばされっぱなし馬。大抵務は、その際に転倒し、アキレス腱に致命的な故障を発症した。 橋田はあくまで、有馬記念を目指して、懸命に治療したものの回復せず、10月14日に引退が発表された。引退後は、種ボバとして強要され、1986年のクラシックでラグビーボールと共に、関西の秘密兵器と称された新チェスト、1987年の頻馬クラシック路線で活躍した構成などを焼から。 GIQ 競争優勝馬は出なかったが、内国産死亡バフグルの時代にあって、一定の成績を上げた。1992年に種ボバを引退し、北海道2カップに馬種が用意した、明太牧場で隠居生活を始めた。しかしその後急激に老化が進み、満足に歩けないほどに衰弱していく。結局、タイテームは1994年10月23日。 老衰により25歳で死亡した。死後、母の父として、マイネルレコルトが GI、アサヒハイフューチュリティステークスを制している。日本で生まれた前妹東福坂へは1975年の大賀賞、優秀品馬で、テスコガビーの3着、5着し、同年の阪神品馬特別でも2着。後に生涯競争へ転向しそちらでも、オープン入りしている。その孫に、 半身障害ステークスの勝ち馬、エリム・フォーサイトがいる。タイテームが優勝した天皇賞春において、杉本は無関の気候誌に春が訪れますという名実況を残しているが、この裏で大変肝を冷やす体験をしていた。当時の競馬実況は双眼鏡で馬群を追いながら実況するスタイルが主流であった。とはいえ、この頃になると、 テレビ撮影用のカメラも進化しており、杉本もたびたび競馬番組のプロデューサーからカメラで撮影された映像を利用した実況を指示されていたが、この時点では半信半疑だったこともあり、モニターでの実況はテスト扱いレベルであった。このような状況で始まった杉本の天皇賞実況であるが、この天皇賞で特に大テーマに重きを置いて実況していた杉本は、 実況中にタイテームの居場所を見失ってしまった。レース映像を見るとタイテームは第3コーナーから第4コーナーにかけてはバグンの一番外側を回っているがタイテームを含む各馬は泥で面子も勝負服も真っ黒になり実況席から遠い位置であったこともあり双眼鏡で各馬を見分けるには難しい状況だった。杉本はここでタイテームもこの集団の中かと 微妙な言い回しの実況をしているが、その瞬間、テレビの画面には、バグンの外側をめくってきた、タイテーム、ゼッケン番号5番が大写しになっていた。そのような事情をろ知らない杉本は、直線に入ると一旦は、タイテーム来たと言ったものの、そのすぐ後では、一番街を通って、タイテームか、外を通って、タイテームか、タイテームかと実況している。残り100メートルほどで、 ようやく戦闘がタイテームであると確信し、四四路、流星、タイテーム、タイテームだ、タイテーム戦闘だ、タイテーム戦闘、タイテーム、無関の気候子に春が訪れます。タイテーム一着、タイテーム一着、と、実況した。杉本自身は、この時点ではタイテームを一時見失ったという自覚は、 なかったらしいが、レース翌日の通勤途中で見知らぬ競馬ファンと、おぼしき人間にタイテームを見失ったでしょう。といきなり尋ねられた。杉本はその場は、とりあえず取り繕ったものの、関西テレビに出社して、レース映像を改めて確認。しどろもどろな実況の裏で大内しになっている、タイテームを見て、ようやく自分が実況中に、 大抵務を見失っていたことに気づいたのであった。このアクシデントでカメラの高性能を認識させられて、以降、杉本の実況スタイルは従来の双眼鏡重視の実況スタイルからモニター重視の実況スタイルに移っていき、以後それが競馬実況の主流として定着していった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。